お世話になります。ひとりでございます。6月30日火曜日の朝9時から7月7日の火曜日の8時59分までの期間限定で色違いゼラオラのプレゼントが開始されましたね。これは受け取れる条件が100万人以上のトレーナーがゼラオラを倒すこと、6月18日木曜日12時から7月7日火曜日8時59分の期間にポケモンホームとポケットモンスターソードシールドの間でポケモンを預けるか引き出していることの2つだけですので、ほぼ誰でも受け取れますね。でも色違いゼラオラは基本1匹しかもらえず、保存用などの用途でもう一匹欲しいと思いすぎて眠れない方も多いかと思います。そんな眠れない方のために、今回は色違いゼラオラの超簡単にできる量産方法をご紹介したいと思います。まず今私の状況はどうなってるかと言いますと、はい、このように色違いゼラオラをすでに1匹目受け取ってる状態でございます。1匹目の受け取り方を別の動画で解説しているので、この動画では2匹目以降をゲットするところからやっていきます。まずは2匹目以降をゲットするために必要なものを準備していきます。1つ目はメールアドレスで、すでに任天堂アカウントと連携してないアドレスが余分にあればやる必要ないので、そういう方は少し飛ばして続きをご覧ください。でこれはおそらくどんなメールアドレスでもよくて、私はよく Gmail を使っているので Gmail を例にやっていきます。 Yahoo などで Gmail で検索して Gmail アカウント作成のところをクリックし、赤くなっているアカウントの作成をクリックし、あとはフォームに従えば簡単に作れます。で2つ目は任天堂アカウントも必要です。これもメールアドレスと同様に、もうすでに余分のアカウントがあれば必要ないので、そういう方は少し飛ばしてご覧ください。でやり方は任天堂アカウントで Yahoo で検索すれば、すぐ下にある新規作成と書いてあるところをクリックすれば一気に新規作成のページに飛べます。少しスクロールしたところに年齢ごとに新規作成するボタンがありますのでクリックしましょう。一応私は18歳以上なので18歳以上でやっていきます。あとはフォームに従って入力していくだけです。先ほど作ったメールアドレスを入力して完全に新しいアカウントを作成しましょう。それでメールアドレスに送られてきた認証コードを入力して完了です。はい、ここまで来たら準備は完了で、次は剣盾で別アカウント、つまり別ユーザーを作りましょう。私はこのひとりがメインアカウントなんですが、このひとり2とかひとり3とか2人とか、こういうのが別アカウント別ユーザーとなります。で作り方はここのプラスのとこを押せば新しく作るで普通に簡単に作れますので、これに従ってやっていけば簡単に作れます。で一応多分剣盾は進めてない状態でも多分できそうですが、一応ボックスをいじれるくらいまでは念のため進めといた方がいいかもしれません。で別のユーザーを作りましたら、先ほど作った任天堂アカウントと連携をしていきます。連携の仕方はまずここのマイページのところを押しまして、ユーザー設定のとこから任天堂アカウントと連携をしまして、あとはこのメールアドレスまたはログイン ID でログインで、ここは先ほど作った任天堂アカウントの情報を入力していくだけです。で入力したらこのような画面出ますので、これで連携するですね。はい、それで普通に OK と。で連携が完了しましたら、次はポケモンホームで先ほどのアカウントで起動させていきます。でそうするとこの画面が出てきまして、まだ多分設定してないと思いますので、これで日本語漢字、まあ適当にこれね進めていくだけですね。あとははい、これで、同意しますと。ポケモンホームをすでに利用していますか、してない、ザレ言が始まりますので聞き流していきましょう。聞きたい人はいっぱい聞きましょう。何回も何回もやりたい人は何回も何回も聞きましょう。そしたらまたザレ言2が出てきまして、はい、いろいろザレ言言ってくるので、まあそれは無視して大丈夫です。で一応ここまで来ましたら、ゼラオラを受け取る条件として、6月18日木曜日12時から7月7日火曜日8時59分の期間にポケモンホームとポケットモンスターソードシールドの間でポケモンを預けるか引き出していることとありますので、実際にこの段階でもう移動させちゃった方がいいですね。このアカウントのままポケモンで、私の場合はソードでしたので、ソードで連動しますかで、はいですね。で連動しましたら、預けるか引き出すことを必要なので、どっちかやればいいと思うんですが、まあ私は預けてかつ引き出しもやっときます。とりあえずやっといた方がいいと思います。念のためやっておくために、ボックスいじれる段階まで進んどいてほしいって言ったんですね。そうすれば自分のボックスからこっちにも移動できるので、まあ多分大丈夫ですけど、一応やっとくのがいいんじゃないかなと思います。でここで、レポートに記録して終わるということで終わりですね。次はスマホもしくはタブレットを用意して、先ほどのポケモンホームアカウントがある状態だと思いますが、これをですね、まあ、ホーム画面とかに戻ってアンインストールしていきます。まあ今ここにね、男の勲章である DMM 動画のアプリとかありますが、そこはすごくすごくすごく恥ずかしいので突っ込まないでくださいね。でこれで、ポケモンホームアカウントをですね、 iPad とかだったら長押ししてアップを削除ということでやって、削除するとアップのデータも削除されますと書いてありますが、でこれ私一度やったんですけど、これでアンインストールしてもデータとかは消えたりはしません。例えばここで今ミラクルボックスとかこうになってまして、
でかつ GTS とかもこのような状態になっておりまして、こういったやつもちゃんと保存されていて、もう一回ちゃんとアンインストールした後に戻したりすれば普通にこの状態でちゃんと戻ってきますので、そこはご安心ください。検証済みです。私これ基本は有料プランで使ってるんですが、それもちゃんと保存されていましたのでご安心ください。そしたらここで削除ですね、やっていきましょう。そしたら消えますので、ここはサブスクリプションを保持しますかで保持にしといた方がいいと思います、やってる人はね。でそしたら、アップストアで、これはアップル製品の場合ですけどね、で入手で、ここでポケモンホームを、ダウンロードしていきますと。はい、で完了しましたら開くですね。設定画面出てきますので設定をしていきます。普通に入力に従ってやっていくだけですね。で利用規約とかにもちゃんと同意して、ここで反抗したら進まないので反抗しないでくださいね。無政府主義者の方でもここにはちゃんと同意してください。情報利用に関しても同意しましょうね、基本的には。でいろいろもろもろありますが連携していきます。はい、ここでまた確認できたので連携しますですね。でここでまた連携すると、スイッチの方で入力したような任天堂アカウントのこの入力フォームが出てきますので、先ほどスイッチでユーザーの連携したと思うんですが、そのアカウントのパスワードとメールアドレスを入力していきます。はい、これで入力したらログインですね。でこの出たよ、これ地味に難しいやつやっていきましょう。はい、確認と、下の ID と一致してるかを確認してっていうことで、私は確認しないで行っちゃいたいと思います。めんどくさいから。はい、ということでこれで多分できましたね。で中身見てみますと、タップトゥースタートやってみますと、いけるかな。あ、おし、またこいつのザレ言が始まりますと。ザレ言めっちゃ何回も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 聞きたいなっていう人はちゃんと聞きましょうね。私はもうこいつのやつはもうどうでもいいから。ユーザー名の入力を求められますから、私はオクリーで、一人じゃなくてオクリーで行きたいと思います。で適当に選んでやっていきましょう。このはい、でこれではいですね。はい、オクリーというんだなと。またザレ言2が始まりますので、聞き流しておきましょう。これもついでにもらっとけるっていうね、ついでというのかわいそうですが、不思議だねでいきましょう。ニックネームはつけない。はい、 OKOK。 またザレ言3が始まりまして、それで OK ですね。はい、そしたらまたザレ言が始まります。モンボウのザレ言、モンボウって誰だよって話なんですけど、まあいいですよ、とりあえず適当に流しときました。今エラーになっちゃいましたね、なんかよくわかりませんが、これで不思議な贈り物で多分受け取れるはずです。やってみましょう。不思議な贈り物でプレゼントボックス、あ、いけますね、やっぱり。うわー、来てる来てる来てる。とりあえずこれでゼラオーラもらっていきましょうか。はい、ゼラオーラ受け取る。いけんのこれマジで。いいえと。はい、ポケモンの方を見ていきましょう。来たかな。おいおい、うるせえよお前、モンボウだかなんだか知らねえけどよ。はい、どいてどいて。押し来ましたねマジでできましたね。これ私初めてやったんですけど、この受け取ること自体はね、一応これフリープランでもちゃんとできるということでね、一つも多分有料プランとか加入せず多分いけますので、ちゃんとこの通り、ゲットできました。でここまで説明したやり方は絶対ではなくて、普段使っているポケモンホームがインストールされているスマホやタブレット以外にデバイスがあればもっと早くできます。私は先ほどタブレットでやりましたが、スマホも持ってますのでスマホでやりたいと思います。基本のやり方は別に変わらないですね。私はもうすでに任天堂アカウントまでちゃんと開通済みですので、いきなりユーザー登録ですね、それを済ましていきます。私はこの2人というやつで任天堂アカウントと連携させてやっていきたいと思います。で連携していきましょう。でこれでまたポケモンホームでこの2人の方ですねを起動させていきます。また日本語漢字、ここは常に普通に進んでいくだけですね。ザレ言が始まりましたと。これでソードで連携していく。とりあえず、預けといて、かつ引き出しといた方が、確実だと思います。これちょっと変かもしれませんけど、これちゃんと私が普段使ってるやつですね。でこの機器ではポケモンホームすでにインストールしてないので、これからインストールしていきます。新規でね、これでダウンロードしていくわけですね。でここからはもう説明するまでもないと思いますが、利用規約にちゃんと同意して、任天堂アカウントの入力画面に来ますので、これで入力していくわけですね。はい、これで ID をまた確認しまして OK ですね。はい、これでタップトゥストート。はい、またザレ言開始と。はい、またもらえる下のところを押して、不思議な贈り物。はい、これでまたゼラオラもらっていく。はい、受け取る。はい、これで、はい、またモンボお前いらないポケモンでもねえんだろって言いつつ、はい、ゼラオラ登場と。あ、みんなやっぱり性格せっかちなんですね、ちゃんと。そのあたりは共通ということで。で最後にこの色違いゼラオラを入手した後、メインアカウントに送るやり方をご紹介します。まずポケモンホームで、私は先ほどねゲットしたゼラオラをまず、移動させます。はい、これでポケモンの方からサブアカウントのやつの、ソードと連携して、それでまずはソードとかにね集めておきましょう。でそれで、記録して終わる。私もう一つのアカウントありますので、そのアカウントもちゃんと起動して、でこっからポケモンで、ソードと連携していくと。ポケモンホームに入ってますので、これをソードの方に連れてきます。
すと、それで記録して終わるんですね。でそしたら次はポケモンホームをメインアカウントで起動させていきます。これでポケモンですね。で今これメインアカウントなんですが、ここの部分で、アカウントを変えていきます。そしたら先ほどのルイージのやつですね、2つ目の、別ユーザーのアカウントで、ここで連動していきます。そうすると先ほどソードに送ったと思うんですが、ゼラオラがいるわけですね。これをメインアカウントのポケモンホームに入れていきます。これで、記録して終わるです。はい、で次はここで、別のアカウントに変えていきますと、先ほどと違う別ユーザーのアカウントで、ここでソードで、やっていきますと。そうすると、また手元に、ゼラオラいますので、こいつを連れてくれば、3匹連れてこれるっていうことですね。であとはメインアカウントでソードと連携して、それで、全部こっちに連れてくれば、はい OK、 これで、OK ですね。はい、これがメインアカウントのソードなんですが、ここから、ポケモンを見ましてで、なんということでしょう。こんな感じでゼラオラが揃っているわけでございます。やばいですね。全員同じ個体値ですね。これでいとも簡単にゼラオラが入手できるわけでございますと。ということで今回ご紹介した方法は、メールアドレスと任天堂アカウントをバカみたいに作ればほぼいくらでも量産できるというものでした。これは裏技でもなく、ルールの抜け穴をついた非合法的な迷惑をかけるような行為でもないので、普通にやっても大丈夫だと思います。ただ正当な方法といっても、メールアドレスも任天堂アカウントも本来の目的とは違う使い方に限りなく近いので、量産といっても家族分ぐらいにとどめるなど、常識的な範囲内にとどめることをお勧めいたします。大量にメールアドレスやアカウントを作りすぎるとスパム扱い、つまり迷惑行為扱いをされかねないので、そこはお気をつけください。あ、スパムを大量に食べるのは全然 OK ですからね。